前回、弦を張って調整に入ろうとしたところ、ナットの下のシムを外したくなり、食い切りで掴んで揺すったらこのありさま。しばし呆然となりましたが、気を取り直して深夜もやってる楽器屋さんへ行きました。しかしストラト用のナットは入手できず、仕方がないのでネットで注文、その間に欠けた部分を接着します。水の中もきれいにしておきましょう。届いたナットは、当然そのまま使えるはずもなく、厚さを調整するためヤスリ掛けをします。微調整を繰り返し、ようやくはまりました。早速弦を張ってみました。今度はナットが低すぎる。ウォルナットの端材から1ミリのシムを作りました。最初に入ってた樹脂製のシムよりは気分的にマシです。改めて弦を張ってみたところ、ビビリや音詰まりのオンパレードです。定規を当ててみると、微妙に隙間ができちゃってますね。コピー用紙が通ってしまうくらいの隙間があります。これはよろしくありません。すり合わせしましょう。ここで問題発生、フレットをかなり削ってしまうことになり、山が出ません。とりあえず磨いて仕上げてみます。一応ビビリはなくなりましたが、フレットが低すぎて違和感があります。こうなったら仕方ありません。フレットを交換します。ついでに指板もヤスリ掛けして修正してしまいましょう。ここまで来ると半分焼けになっているのでガンガン削ります。180R くらいだったのを 240R まで修正しました。定規を当てて隙間ができていないかを入念にチェックしましょう。水に入った削りカスもしっかり掃除します。削り終わりました。この後は塗装ですが、それほど厚塗りせずに、なんなら手で擦り込むくらいでいいでしょう。手袋をつけてアクリルラッカークリアを擦り込むことにしました。この後、あんな悲劇が起こるとは、この時は、予想だにしていませんでした。
カースプレーが落下して、ノズルから落ちちゃったもんだからガスが一気に放出され、パニック状態になった瞬間がこちらです。ようやく復活したのでフレットを打ち込んでいきましょう。最近アマゾンを見ていたら、このフレットプレス機がだいぶ安く売られていました。私が買った時はヤフオクで1万円くらいでしたが、今じゃその半額くらいで買えるようです。フレット打ちは一度試してみると、ジャンクギターいじりの幅が一気に広がるので、挑戦しやすくなったのは良いことだと思います。打ち終わったらはみ出た分を切り取ります。そして始まるヤスリがけ。改めて見ると、ジャンクギター再生作業は半分くらいヤスリがけですね。8倍速で再生してるので、サクサク作業しているように見えますが、この作業実はめちゃくちゃ面倒くさいです。フレットを打ってる時に気がつきましたが、このネックサイドポジションマークがついてません。本来なら防材を埋めるのですが、埋める材がないので、ドリルで浅く穴を開けて、そこに塗料を流し込んで乾いてからヤスリがけしました。なんやかんやありましたが、今度こそ完成です。それで歯音出し行ってみましょう。
でビリー・ギボンズ風のテレキャスター、一応完成しました。正直まだナットの状態がいまいち納得できていないところと、引いているそばから狂っていくペグに関しては、もっと詰めていく必要があると感じています。そこは目をつぶるとして、音自体は悪くないなと感じました。このギターを作っているタイミングで、GG トップのベーシストであるダスティヒルさんがお亡くなりになりました。この場を借りて、哀悼の意を捧げます。